のね、これは、はい、俺は絶対言うなと言われてるんやけど、はい、俺はそう言って言われたら言ってしまう人やねんから言うけど、ネットフリさん何人もおるやんか。見たいっすね。何人もいるじゃん。ドッペルゲームはあります。ドッペルゲームはあります。一人じゃないんだよ。一人じゃなくて、どうもチームみたいな感じ。あのね、チーム。警察署か。警察。警察なんですか。多分間違いない。いい。絶対いいさんが俺どうしよう DM するんやけど。そういうチーム。こんなさらっと言う。いいのかよ。確かに。いや、じゃあさっぱり。じゃないから。僕ただチャンネルは通ったら狙っていくんで。あれからなすしかないんですけど。じゃあ俺だけ。だから何人もそっかそっか。そのうちの一人が警視庁じゃなくて警察庁。わー、マジっすか。だからでも確かに田中さんの話は僕言われたんですよ。で本当にもう泣いて入ってるからやばいよみたいなことをカットしてる部分もあるはずなんですけど、全部さすがに使えない情報もあった。だって警察の人じゃないとそんな情報持ってるわけないじゃん。そしたら本当捕まった。絶対トップシークレットでしょ。そうしたらいや僕言っていいのかなって話ですけど、うん、それでだから日本の公安とかって実は警察官なのに警察官じゃない仕事をしてる人もおる。例えばその電話工事の仕事をしてるとか、実は公安警察言えないからですよね。そうそう、だからそれは実際いるのよ、日本の公安にも。だから警察の中で本来の自分の仕事を完全に隠して警察の仕事をしてる人のがいるのは間違いなくて、ゼットリーさんは俺そうやと思う。でないとそんな情報もいかないし、逆にそうやって言っといて逮捕されて、Z リーさんとかに情報が来るようにしてるやつ。すごいね。だってどうか結局一応行ったでしょ、あれやる処理証券なりましたね。だから Z リーさんの関係してるやつは実はちゃんと警察が処理する。面白い人っすよね。僕はもうあんまりよく分かってないんですけど、最近ちょっと前に知ったこの愛想の色があって、なんかこう漫画とかに出てくる闇のフローターみたいな。俺自身はだから会うとこんな話できへん、むしろ知ってしまうと。だからもう絶対会いたいと思ってない。でも俺の感じはおそらく警察庁やな。ジョーカーって感じしますね。なんか裏の会った人はそんな感じじゃなかったっすよ、ね、いやいや、だからいっぱいいるからあんま触れない方がいいですね。だからジェットリーさんはツイッターを回復してるよ。はい、凍結しましたよ。凍結されたら普通戻れへんやんか、はい、戻るやん。戻ってるでしょ。ガチで戻れへんでしょ。だからあれ凍結してるのもある意味全部後ろで操ってる可能性は。だって有名な人は凍結されたら復活できないから、うん、ヘズマリューとあれと一緒、まあそうですね、YouTube と一緒で。でも Z リーさんだけ復活してるやんか。怖いっすね。だから絶対に結果打ち上げない人は Z リーさん、バースリーさんあ、違う、それ何なんですかね。立花さんはいろいろ作詞なんで裏でもそれね、堀江さんも言ってるマネージャーに、絶対に立花さんが喧嘩したから対談って言って総理って今、岸田さんみたいなの変わったんすか。岸田さん結構前に言われてる。マジで、はい、去年の10月から。え、誰でも菅さんじゃないですか。菅さんはめっちゃできる人。あのふるさと納税作った人。あ、そうですね、そうですね。菅さんはできるから潰される。なんか顔が出てこないです。顔が出てこないってやばいですね。そう、本当わかんないです。顔は、いや、本当にね、菅さんは仕事できるから、ね、本当にテレビ局と戦いに行ったから潰される。え、ちなみに立花さんはじゃあもういろんなやっぱ総理大臣と会って喋れる仲。いやいやいや、そこまで言ってないけど、でも菅さんの官房長官、副長官とか喋ってたよ。もちろん俺さんと菅さん仲いいから。だから菅さんは実はすごいワクチンをちゃんと推進したし、そのふるさと納税っていうのはまあまあいろいろあるけど、そういうのもやって、何よりもテレビ局の改革をずっとやってたから。でもそれね、もう反発受けて、あれっすよ。でも日本のこういった嫌な文化として、うん、出る杭打たれるというか、改革しようとしたやつは全部潰されてきたんやな。その通り、その通り。だから変わらないことを良しとされてるのが、うん、その通りや。だから何もしてないやつが何か評価されるじゃないですか。そうその通り。余計なことしない方がいいんですよ、日本は。いや、余計なことをせなあかんで、君らは能力があるから。これが能力を持って生まれた人間はそれを行使する義務があるっていう。ダルシーノさん、これ白い巨頭ってどうか。だから能力ない人はやったって目指すだけやから。ダルビッシュさんも言ってたから。能力持ってる人は行使せなあかん。